幕を、こう、下ろす、上げるっていう、リハを初日にやってたんですよ。うん、で、あのー、これね、感覚的にね、分かっていただけると思うんだけど、うん、照明さんとか音響さんとかね、うん、はね、これね、結構ね、古い人が多いんですよ。ちょっと初老ぐらいの、頑固な職人肌の人が多くて、うん、どうしてもね、この演者より上なんだよね、なんか感じが。<ー>うん、だったりするんですよ。うん、で、 幕の上げ下げやってて、タイミングが違うだな。うん、で、やっぱね、ああなるとね、うん、なんか若林監督みたいな空気になってんだよね。ただ水口ちゃんも、ディレクターの味島さんも、なんかあんまり言ってくれない。うん、若林がどう思うのみたいな。うん、若林が決めなみたい。あ、これ俺言うんだみたいな。うん、ね。で、ちょっと初日のリハですよ。ちょっと軽く緊張感もある。うんうん、で、幕が上がりきってから照明を当てるってことが、うんうん、あの、 なんだろう、う教科書だと思ってるっぽいのよ。初老の頑固な正面さんは。はいはいまあ、そうそうにやってきたんだろうね。だって、うん、幕が上がってる途中を見せるなんて、ないんでしょうね、うん、感覚的に。でも、だったら名店暗店で良くなっちゃうから、うん、ちょっと最初違和感あるでしょうけど、うん、お客さんには。うん、あの、上がってる最中に名店してくれないと、ダメなんだってことを、これ俺が言わなきゃな、つって。うん、すいません、あの、明かりもうつけちゃっていいんですよ。うん、幕上がり始めたら、さ、 いや、あのー、いや、これでいいんだよ、みたいな。うん、いや、これでいいんだよ、じゃなくて、みたいな。うん、で、みんなそれ、俺とその照明さんのこの VS を見守ってる感じよ、うんで。いや、ちょっとそういう形でやりたいんだよ、つって。うん、いや、でもさ、つって。名店、うん、したらさ、上がってるとこ見えちゃうからさ。うん。したら、俺その時に、うん。いや、あの、俺が見えていいって言ってんすよ。言って。ああ、いつだっけ そう。うしたらもう4日間、ずーっとその、俺が見えていいって言ってんすよ。流行っちゃって、楽屋でも。うん、<laughs> みんなこれ、ゼリーとか、これ中身の、中身の果物見えちゃってるよ、みたいなゼリー持って。うん、いや、俺が見えていいって言ってんすよ。みんながすごい真似して。いや、恥ずかしいからやめてっつって。それはね。俺が見えていいって言ってんすよって、うん、言えるとこ全部言うから。うんうん <laughs> それはやっぱり名言だもん、やっぱり。俺が見えていいって言ってんすよ。そう言えない、なかなか。向きになっちゃってんだろうね、俺も。まあまあ、伝わんないから。いや、なんで、なんでお前が決めてんのって思っちゃってんだろうね。あの、初日でピリピリしてるし。はいはいはい。ね。でもまあ、打ち上げん時にはね、その謎が笑い話になってね、一気投合して、ちゃんと謝って、もちろん和解しましたけどね。うん。うん。っていうことか、やっぱ怒るもんだな。あとね。